T シャツをリサイズする。絵柄が気に入っているのにダボダボだったり、大人用の T シャツを子供に着せたいといった場合、大きいサイズから小さいサイズへ変えられます。この作業にはロックミシンを使いますが、ニット用の伸縮性のある糸を使えば家庭用のミシンでもできるかと思います。ウワイトにレジロン、シタイトにウーリーが定番のようです。リサイズしたい大きい T シャツと、このサイズに変えたいという T シャツを用意します。重ねるとこのようなサイズ感です。まずは T シャツを裏返します。大きい T シャツに小さい T シャツを重ね、袖と脇の出来上がり線を書き込みます。線を書きました。切り落とし線でカットしながらロックミシンをかけます。家庭用ミシンの場合は、縫い代を取って切り落とし、縫い代の始末、縫い合わせの順で進めます。表に返すとリサイズできています。袖口、脇の下、裾は力がかかる部分ですので、縫い目を補強すると良いでしょう。縫い代を後ろ側に倒し、表地と合わせて家庭用のミシンで縫い付けます。私の場合、返しの部分だけニット用の30の縫い目にして、直線のところは普通の縫い目で縫っています。リサイズできました。リサイズ前と比較するとこんな感じです。スリムになったと思います。